お待たせ。イベント大会の参加登録が混んでて参っちゃった。ちゃんとログインできたみたいね。待った？いつきさんだ。あの人も大会に参加するのかな。そんな不思議そうな顔しないでよ。あそこにいる人、一応戦闘の基本を教えておくわね。大丈夫、あんただったらすぐになれるわよ。せっかくだしダッシュやジャンプも試してみて。リアルよりずっと体が軽くてびっくりするから。視線に違和感がないか周囲を見渡してみて。もし違和感があったらオプションで設定を変更ね。ここで待ってるからゆっくり調整してていいわよ。その調子よ。武器の収納と切り替えは基本中の基本。じゃあ何回か練習してみて。うまいうまい。見て、ちょうどいいところにエネミーがいるわね。とりあえず実践に倒してみて。このボックスはバレットボックス。ここで弾薬を補給できるから。やるじゃない。GGO の特徴的なシステムの一つにバレットラインというものがある。うまいうまい。
トレジャーボックスってトラップされじゃ。階段を上がって先に進みましょう。パーティーメンバー全員がやられちゃったらゲームオーバーだから、やられる前にやってやるのが基本。あのプレイヤーとは戦闘になりそう。プレイヤーはエネミーと違って強敵だから気をつけてね。あんたの武器だったら走りながら撃つのがおすすめだね。相手の弾が当たりづらくなるから走ることがかなり重要よ。扉、いかにもって感じよね。せっかくだし、開けてみたらどう？ダンジョン内には、色付きの戦闘は大体分かったでしょ？あとは実戦で、自分に合ったスタイル。